はい、えー、お疲れ様です、えー。今回はですね、レンジの設定方法という動画を一般公開であげようと思います。まあ、サービス動画と言ってもいいかもしれません。で、トレードする際に、トレンドを見分けたり、レンジに入ったことがはっきり分かると、それだけでもう勝率はぐっと上がります。というよりも、トレンドなのか、レンジがいつ始まったのか、今、どちらのところにいるのか、レンジにいるのか、トレンドにいるのか、 分からなければ、まあ、FX で、勝利すす。るることは不可能で、で、単なな超反爆値になってしまいまい今ご覧いただいている図の中でトレンドってのは一体どこでしょうかトレンドは分かりやすいです一方向に価格が進んでいるところなんですよね例えばこっからここがトレンドになっているでしょ途中ギザギザしてますけども基本的にはセルを入れればどこでも利益が取れる場所です で、そこからあるきっかけを境に折れ曲がって、ここからまた上昇のトレンドが始まりますよね。で、ここからまた転換して下落のトレンドになるわけです。で、ここから短い上昇のトレンドに入ります。ここでまた下落のトレンドです。小さいですけども、ここではトレンドって全部言わせてくださいね。で、ここからまた反転して上昇のトレンドに入ります。 このように引けるんですけども、じゃあトレンドじゃないところはどういった動きになるかっていうと、ほぼ同じ価格帯を横に行く横ばいってやつですよね。こういうところとかね。こういうところとか横ばいに当たります。で、横ばいのことをレンジって言うんですけども、レンジの中にいることが分かったら、じゃあどこよりも価格は上には行きにくいよねとかね。 下には抜けにくいよねってことがわかるわけですよさらに抜けたらまたトレンドが始まるっていう判断ができますトレンド転換っていうのはこういったとこですトレンド転換にはそれぞれ特徴が出ますその特徴が見分けられると誰よりも先に倍でずっとエントリーしていたものを損切りもしくは利確をしてすぐにセルに入れ替えることができるんで根っこから入ることができるんですよね でもそれは終わってみればこうやって矢印を引くのは簡単なんですけども寝動きが起きてる最中にそれを見分けるのは非常に難しいですしかし方法がないわけではありませんでその方法につきましては s f x o r e a l の方でねお話しします今回は割愛しますけども今回のテーマはレンジの設定方法なんですねじゃあレンジを設定するときに今赤い線で2つのレンジを作ってますけどもこれっていうのは 今日9月17日月に作っったものででしょうかってこことなんですよこれ実はね昨日作ってるんですよね昨日このレンジってものを決めてそのレンジを下の方にブレイクしたんで139円台に行ったそして今朝それが戻ってきたんで昨日のレンジを今日も使おうかなっていうふうになってるんですけども大きな材料がなかったんで昨日今日月曜日と火曜日を一つのグループにまとめたんですよ。 とということで同じレンジを2日間使っていったってていたわけなんでで、すよねで。ここはどちらかというとイレギュラーでえぐれた部分ですレンジといっても全くレンジの外に出ないわけではなくて一瞬外に出て戻ってくるっていうところはどうしてもあるんですよねそこではロスカットが起きることはまあ許容しなければいけないのかなと思いますもしくは今矢印を引いたところみたいにここはここできちんとトレードして利益を取ることもできるんですよ ただ、ここみたいなヒゲのところはちょっと不可能ですね。ロスカットになると思います。でも、こういったところでロスカットを受けても、大半のところで利益が出てるんで、勝ち越せるよねってことなんですよ。そのためにも、レンジが正しく設定できなくては、こういったゲートすべてができないんですよ。FX で勝てない人ってのは、まず、このレンジの設定ができてないんですね。で、最初からできるわけではありません。私も、この、 FX っててものを始めて1年間はで、今となってはね、ポン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 、レンジの設定とかはできますし、レンジの設定がちょっと違ったかなと思ったら、微調整しながら利益に持っていくことはできます。そういったところを毎日お見せしてるということなんですけども、ただね、じゃあ、レンジの上手な設定方法ありますかって言って、一言もしくは5分か10分話して、はい、できましたってことには当然ならないんですよ。基礎から積み上げていって、 それの積み上げがあるからこそレンジの設定を修正しながらでもできていくってことになるんですよね。まあ、ですので、この動画を見たらレンジの設定方法がパーフェクトになりますってことはありません。ただ、触りのところを申し上げることはできます。はい。それではね、昨日作ったこのレンジ、それはなぜこういう風になったんでしょうか。それは一つにはトレンドが終わったってことなんですよ。こっから始まった下落のトレンド。ね。 いろんな動きがありましたけれども結局ここで折れ曲がって上の方に進み始めたんですよねそれを示すように今回は大きな陰線と陽線が並んでますまあこうやってヒゲが並ぶこともあるんですよもしくはヒゲも長いし陰線陽線も大きいってこともありますで何に比べて大きいかっていうのはそれまでの陰線陽線とかヒゲに比べて大きいですかどうですかってことなんですよでここで私は あずっとセルで右肩下がりで来ていたトレンドが今度は上の方に向かっていったなと思ったんですよねだからここを一つの上底下程の過程のポイントの一つにまず設定したわけなんですよ設定したらあとは横線をこうやって引くだけですでしばらくここをブレークせずに跳ね返りながらここよりも上で展開するだろうなというふうに セットしましまたねでもう一つ、を設定しますそれは一つにはここを上昇して移動平均線の赤いところにぶつかって下に向かうっていうのはよくあることなんですけどもよくあることなんですけどもそれでもここを頼りに上底として設定したわけなんですよね。はいで、その結果、このレンジってものができました。 このレンジの中で推移してくれればしばらくはレンジ内オプションで稼げるわけですけども、まあ、すぐにねここをブレイクして下に行っちゃったわけですよですので昨日はここで、まあ、寝動きを見ていたってことになりますでも1日経ってまた戻ってきてくれたんで改めて昨日のレンジを使ってこういうふうに線を引いたんですよね結果このレンジ内オプションっていうのが今日も使えて天井まで行って天井から下に 潜っていってそれがまた上の方に向かっていったということになりますでこれが一番上まで行かなかったのは1日足と4時間足が下落の波を作ってるわけですよねですんでこういう場合は天井まで伸びることをあんまり当てにせずに半分くらいで利確して残りを0.5で追いかけるとかもしかしたらここで失速して下に行くかもなっていう風うに判断した方がいいってことなんですよ これが上昇の値動きを示しているデイリーとか4時間が出てる間だったら上まで到達することを期待してもいいんですけどもねでもずっと円高方向に進んでますそれはもうね何週間も何週間も円高方向に進んでるんですよ一時百六162円をつけてそこから下落を始めてでアメリカの利下げが始まったり日銀の利上げが始まったりでもう円高要素しか出てないんですよねだからレンジナイオプションの時でも 上に進む力をそんなにないというふうに判断しながら、まあ、判例で決済して、利益を確保して、残りは追撃0.5という形にするわけですよね。で、今回もそれが出たってことになります。はい。それではね、レンジの設定方法をまとめますけども、トレンドが終わって反対方向に行ったところ、そこを一つの力点と判断して、ここに、まずは、機能設定しました。そして、情報に向かって、ここで折れ曲がって下に行ったんで、ここも、 力点の2つ目と設定しましまた。そうするとそれを横に伸ばすだけなんですよ。で昨日はこういう判断もしました。下に潜ってレジサポ転換して139円台まで潜ったんでここのレンジもあるよねって感じですよね。ここが力点になって値動きは上に行きましたからね。でまた跳ね返って上に行ったってことになります。そうなると今日になって。 昨日のレンジがまた使えるようになったんで今日はここで楽々消防したってことになりますねで今日も利益確定があバイでもセルでも可能になったってことになりますはいでこれからの力点の設定ですけども当然このレンジまだ使おうと思いますただし今日火曜日ね今日の深夜に確か材料が入るんですよね火曜日のこれだからこのマーケットは まあここで終わりかなってていう判断をしてますもう今日夕方5時とか6時になったらもうこの、うん、マーケットっていうのはロンドン時間に入りニューヨーク時間に入りで極めつけはアメリカの材料が来るんで5波3になってまた明日1からレンジなりトレンドを設定しなくてはいけないので午前中はしっかり様子を見て進めるってことになるかなってところですね。 はい。10分ほど話しましたけども、丁寧に説明しました。これだけで全部は網羅できませんけども、こういったことをね、いくつか積み重ねていって、レンジがポン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 、こう、見て取れるようになるんですよね。また、トレンドもレンジ以上に分かりやすいんで、まずはね、トレンドが分かるようになった方がいいですね。あ、トレンドが始まったみたいなことですね。例えば、ここでトレンドが始まったわけですけども、このあたりで気づかないと利益取れませんよ。あ、トレンドが始まったなーって。 なんで気づくかっていうと、ダブルトップでしょ、これ。これだけではないんですよ、これだけではないんですけども、デイリーとか4時間の下下げ圧力があるとかね、それからこの3つの移動平均線をぶち破ったとかね、さらに言うと、この水準を下回ったら、あ、これはもうトレンドって決めていいよねって感じで、こっから先の値動き、セルで取っていくってことができるわけですよ。も、はいまあ、もう一個言いますけども ここで今度はトレンドが変わったでしょ上にっていうことはこの線ってのは随分前から使えてたってことなんですよでここに反応してここでまた下の方に折れ曲がってるわけでしょレジサポ転換じゃないですかここねここをズビッと入ってレジサポ転換して下に行ったって見事な幾何学模様がテクニカル通りに作られてるってことになります さらにここの矢印を書いたとこね、もう一回言いますけどもローソク足と移動平均線の赤いところがぶつかって見事に反転して下の方に行っているってところも根拠の一つですね、まあ、こういったところが様々気が付けるからこそあトレンド転換になったなとかレンジだなっていうふうに解説できてるわけなんですよはいじゃあ今回以上ですね長くなっちゃいました